まずはメイク前にちょっとティッシュオフをします。はい、そしたらこちらのウォーターフィットサンセラムを塗っていきます。これは SPF50 の PA4+ で、もう最近はね、日焼け止めとしてこれをずっと使ってます。なんかね、日焼け止め特有のベタつきも少ないし、匂いも気にならないし、でヒアルロン酸と歯科成分が配合されてるので、保湿もしながらお肌の荒れとかもね、防いでくれて、これめちゃくちゃ優秀で最近気に入って使ってます。これなら本当冬場でも日焼け止め続けられそうです。はい、そしたらまたティッシュオフです。はい、続いてマジックコンシーラーのサーモンベージュ。ブラシにちょっと取っていきます。で、気になるクマ、だいたいこの目周りのくすみですね。ちょっと最近くすみがひどいので、ここにブラシでちょっとのせて、指で軽くなじませます。やっぱりね、あの指の温度でしっかりお肌に馴染む感じがあるので、私はコンシーラーはね、最後の仕上げは指でやることが多いです。で、こっち側のくすみはあの目の彫りとかにも見えるので、こっち側はあんまり消さずにやってます。まあ、でこの時に口周りのくすみとかもね、気になる場合は残ったものでちょっとカバーしたりもします。はい、そしたら次こちら、ちょっと訳あってリフィルだけを使ってるんですけど、ソフィーナプリマビスタの綺麗な素肌質感パウダーファンデーション、オークル03番を使います。ブラシ Cグラムのファンデーションブラシです。わかるかな、乗せた方はね、サラッとしてこう鼻の横のツヤ、ちょっとテカリがね、消えてます。で、ファンデは顔の中心だけにのせていきます。で、セザンヌのシェーディングスティック01番、顔周りで何でもいいんですけど、スポンジとかで軽く伸ばします。そしたらクリオのシェード&シャドウパレット03番、これカラーもね、本当に使いやすくって、で質感もマットだから普段使いにめちゃくちゃ使えるんですよ。で、こういったラメも入ってるし、本当毎日ねこれ使ってます。で、私はだいたいこの薄茶色とピンクを混ぜて目の上全体にのせます。本当肌に馴染むのでかなり使いやすい。そして目の下はこのピンク、これはね若干ラメが入ってます。これをブラシの先端に取って目の下全体にのせます。この時にちょっと目の下をぷっくりさせるとのせやすいです。そしたらこのブラウンをこういった平べったい細いブラシでこんな感じで目尻に少しね影を作ります。もう分かるか分からないくらい、このカラーもねすごく馴染むので、なんかこう自然にね色の深みが出て、ちょっとだけね彫りが深く見えます。そしたら次はこういう、なんだろう、ちょっと固めのブラシでハイライトとちょっと大粒のラメを取ります。そしたらこの目頭スッと乗せると、もう目のね左右の印象がガラッと変わります。ちょっと明るくなる感じですね。で、ブラシに残ったものでこの目の真ん中の高いところにも少しだけキラキラっと乗せます。はい、そしたら眉毛はフーミーのアイブロウパウダー N ブライトブラウンを使います。
ブラシはロージーロザン、はい、この2色を混ぜて、まずは眉毛のガイドを作ります。私みたいにね、結構眉毛しっかりしてる方はほんとサササッとで大丈夫です。で、この濃いブラウン、眉尻の方をねちょっと足します。もう簡単な毎日メイクなので、なんか眉毛はねしっかり作り込む感じじゃなくて、こう自然にナチュラルに描いてます。で、眉マスカラヘビーローテーションのカラーリングアイブロウピンクブラウンを使います。眉マスカラのカラーも気分で決めてます。はい、で仕上げにこのマットの白いハイライトを鼻先にちょんと乗せます。で、チークは 2AN デュアルチーク06番のピンクペタルを使います。これね、この前の動画で紹介したんですけど、ほんとね血色を出すのにかなり使えます。もうほんとにね自然な仕上がりになるので、最近ねちょっとこう普段使いでめちゃめちゃ使ってます。まずはこの薄いピンクを頬全体に、わかるかな、ちょっと伝わりづらいんですけど、若干ねお肌に透明感が出るんですよ。で、この濃い方はちょんと取って、頬の一番高いところに一回だけスッとのせます。で、まつげは本当気分で上げるときと上げないときがあるんですけど、上げるときはあんまりこうがっつり上げすぎないようにしてくるんとカールをしてます。ドクターエルシアの下まつげ用のマスカラです。で、これね美容液成分も入ってるので、ほんとまつげをケアしながらこうナチュラルに仕上がるので本当にお気に入りです。塗るときはこう根元をしっかり塗って、毛先はさっとこんな感じで塗ってます。だからね、毛先がね本当にダマができてないので、横から見てもね綺麗な仕上がりになってるかなと思います。はい、でリップはバセリンの色付きのリップを使います。こんな感じでブラシの上にちょっと取って、お出かけじゃない限りリップはこういった本当リップクリームとかを使うようにしてます。なんか結構ね最近唇が荒れやすいので休憩してます。さあ準備して、もう髪の毛もね4ヶ月以上染めてないので、見てこのプリン具合。はい、じゃあちゃんとねマスクもして買い物に行ってきます。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では